はいどうも、ショーです。高級のファミリア実況プレイやっていきたいと思います。今回はメディとリオーネが2人で、お屋敷から逃げるということです。やっていきたいと思います。じゃあ早速逃げていこう。クマとウサギのおかげでおそらく、まだ玄関いる。ウサギのぬぐるみは捕獲した。もう動けないだろう。リオーネの居場所は結局分からなかったが、時間の問題だな。さてさて、メリーはどうしてるかな。空っぽ。ふて寝しちゃったのかな。今日の夕飯はメリーの好きなハンバーグにしてやるか。ってどう見てもメリーじゃない やはり見張りがいるわね。 ねえリオーネ、どうするの。ウサギのぬいぐるみが言っていた通り、ある程度力で押し通る必要があるのあるよねリオーネ、あなたに恨みはないけれど覚悟いきなり殴りかかってくるなんて、ここは意地でも通さないわ。強い なんて無茶するの。でも早く助けを呼ばないと、シルト様とロゼッタ様の体が持たないわ。だからってあなたが傷ついていいわけじゃない。そんなボロボロになって。メディ、大丈夫？動けそう？え、大丈夫よ。もう無茶しないでね。わかったわ。それじゃ脱出しましょう。外に出るのか。お、外出た。待て。メディ、どこへ行くんだ。勝手に外に出たら危ないよ。リオーネもボロボロじゃないか。ほら、直してあげるよ。お兄ちゃん、振り返ってはいけないわ。助けを呼びに行かないと。そうだよね。ここからリーンの人形から逃げることになります。捕まるとバッドエンドとなるので気をつけましょう。トゲや毒沼などの障害物を踏むと一定時間動けなくなります。また何度も踏むとバッドエンドになります。なおメニュー画面が開けなくなるので、次の画面で開かれるセーブ画面でセーブしておくことをお勧めします。なんということでしょう本当に来たよし、こっからは俺のアクションゲームの腕が試される時が来たようだ。行くぞリオネ、メディ、うわいきなりトゲあるんだよ本当に一定時間動けねえ。なんでトゲあるんだよ。まさかさーまーに、まさかさーま危ない危ない危ない。どこに逃げんのこれ。むずくね。あぶらぶらぶら、あった。ここを行ってから、そこにホゲがあります。危ないです。でこっちはどうだ。こっちに行きます。でこっちから、行き止まり、行き止まりだ。こっち、あぶら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 、で、そっちの曲がりからこれ来ます、行きます。よし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 、どこに入るんだ。あっちか、あっちに入るのか。あっちに入るみたいです。おばばばばば、危ない危ない危ない、危ない危ない危ない。はい、次のエリア。こっちもハーハーやリオーネ、やっぱりさっき玄関で人形をやっつけたときに怪我したんだね。大丈夫、
まだ走れるわ。早く行きましょう。あ、おー、ワンマップごとセーブだ。ありがたいや。よし、これはボンバーマン的、ボンバーマン的なマップなのかな。ボンバーマン的な、そういうマップなのかな。ちょっと違う感じ。なんか、なにこれ、なんか落ちてる。こんなところにのこぎりが落ちてる。何かに使えるかもしれない。持っていきましょう。よし。遠くからリーンの声が聞こえる。何をしている。早くメリーとリオーネを捕まえるんだ。お兄ちゃんの人形が増えてきてみたい。早く逃げなきゃ。やべえ。とりあえずノコギリは多分必要不可欠だと思うけど、ちょっとこんなになってた。あんなにあったトゲ。とりあえずこのノコギリ取ります。上と右から人形が来ます。このトゲをよく一発であれ避けられたよな。で左にから、上に回り込むように逃げていけばおそらくいけるはず。まだいる。まだ一旦地形を確認するした方がいいかもしれないね。地形を確認して逃げ方を確認した。あれ、いけない。地形を確認して逃げ方を確認した方がいいかもしれないから、おそらく右、どこに逃げるんだこれ。とりあえずノコギリを取ります。で右上からこうやって挟まれたらダメでしょう。あのノコギリを取った後どこに逃げればいいのかと言われたら、答えてあげるが世の謎だけ、世界の果てまで行くぞ。俺は行くぞ。世界の果てに行くぞ。どこだそれ、教えてくんない。教えて、おじいさん。危ない。ちょ、どこに逃げればいいんですか。わからないんだけど、ノコギリ取ったはいいんだけど、危ない。神回避。ノコギリ取ります。これ一定時間経過な、違うかな。ノコギリ取ってどこに逃げればいいのかな。危ない。ノコギリ取ってからがわかんない。ちょっと待って。これではないかなと思うんだけど、違うっぽいね。あの丸太何なの、わかんねえ。ちょっと待って。落ち着いて。まだ言う。何か、たぶん、ノコギリ取りますの、木を切るための道具です。危ねえ、神回避じゃねえの、今の。ちょっと。今のは無理だ。わかるんだけど。危なく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 な
リーンもさ、人形作りすぎだと思うんだよね。リーン、まあ、職人っていう点では、まあ、別に作るのもいいと思うんだけどさ、友達いないでしょ、リーン、絶対。まあ、あの性格。マジレスするとさ、よくさ、こんな生え方したよね。こんな規則正しく並んで、ほんと。誰かが植えたのかな？誰がそう、こんなさ、植え方をした。あ、見つけた！見つけた！ノコギリを使えば、私がやるよ。リオネは休んでて。わかったわ。お願い。
よし、これで通れるよ。リオーネ、リオーネ。ああ、ごめんなさい。ちょっと打とうとしてたわ。肩を使うから、もう少し頑張れる。悪いわね。後でパパに見てもらおうね。メリーはリオーネに肩を貸しながら歩いた。そして、ついに森から脱出した。メリーは住民に助けを求めた。住民の一人が警察に連絡し、すぐにメリーの家が家宅捜索された。メリーの両親は保護されたが、栄養失調に衰弱が激しく、すぐに入院となった。リーンは逮捕され、彼の作った人形も押収された。リオーネ、助かったよ。パパとママも無事みたい。しかし返事はなかった。リオーネは何かをやり遂げたかのような安らかな表情のまま、機能を停止していた。その後、リオーネは眠り続けた。死んでいたと表現した方が的確かもしれない。すべての機能が停止していたのだから。リオーネを作ったお兄ちゃんは逮捕された。釈放されてもきっと戻ってくることはないだろう。だから私はパパにリオーネを直してほしいと頼んだ。パパは私たち家族を助けてくれた人形を今度は私が助ける番だと言って頑張ってくれた。でもリオーネの構造の難しさは難解さはパパの予想をはるかに超えていた。パパの知識と技術だけでは直せなかった。毎日毎日必死に勉強しながらリオーネを直し続けた。そのせいでパパまで体を壊してしまった時もあった。それでもパパは寝る間も惜しんで直し続けた。私はパパの体が心配だった。リオーネには会いたいけれどこれ以上は耐えられなかった。だからパパを止めようと思ったんだ。もういいよって。そんな時彼は戻ってきた。もう戻ってこないと思っていたのに。彼は開口一番謝罪の言葉を口にした。パパに対して、ママに対して、そして私に対して。パパもママも、そして私も、そんな彼を許した。パパが許したのは意外だったけれど、パパも昔は彼と同じような失敗を犯し、それを乗り越えてきたんだって。パパが彼に言い続けてきたのは、自分と同じような失敗を犯してほしくなかったからだったんだよね。それから彼は言った。リオーネは？と。パパはうつむいた。彼は動かないリオーネを見て近づいた。彼は言った。僕に直させてくださいと。彼を拒む者はいなかった。その日からパパと彼でリオーネを直し始めた。たまにパパと彼の言い合いが部屋から聞こえる。また昔に戻ったみたいでなんだか嬉しかった。そしてリオーネ、リオーネ、聞こえる？そんなに大声出さなくても聞こえるわよ。もうバカ、どれだけ心配したと思ってるの？あれ、そういえば私どうしてこんなところに。あの後パパもママも私も助かったんだよ。リオーネのおかげでみんな助かったんだよ。それはよかった。リン様、お兄ちゃんとは仲直りしたの。だからもう逃げなくて大丈夫だよ。仲直りって、もしかして私結構寝てた？寝てたじゃないよ、寝すぎだよ。ね、お寝坊さんだよ。あれから1年近く経ってるんだから。1年？本当に？嘘つくわけないじゃん。もう本当に無茶ばっかりして。でも本当によかった。また会えて本当によかった。メリー、ただいま。おかえり、おかえり、リオネ。私たちずっと友達だよ。これから先何があってもずっと友達だよ。うんうん、
つまでも友達ね。終わった。トゥルーエンド、ベストフレンドフォーバー、ベストフレンドフォーエバー、これからも友達。この後に出てくるセーブ画面でセーブしたデータをロードすると隠しイベントについて見ることができます。おい、それはなんだ。おお、はいはい、ということで高級のファミリア、以上で、終わりとなります。いやー、もうね、逃走イベントが本当難しいって聞いてたんですけど、本当難しかったですね。いやー、もうね、なんでしょうか。僕ですね、友達っていう言葉がね、結構ね、なんだろう、よく分からなくてですね、はい、まだ高校生にもなって、まあ、一度中学生時代、まあ、僕ちょっと、まあ、ずっと、まあ、何一人だったんですね。孤独の方の一人です。はい、で中学生時代ね、ほんと、もうほんとで、まあ、一番中学時代って友達っていう言葉が大事な時期じゃないですか。はい、で、まあ、全然その時期に友達っていうものを知ることができなかったんで、未だにまだ友達っていう言葉の意味はあんまり理解できてないんですけど、まあ、でもね、この作品のこの2人みたいに、こういうのが本当に友達っていうんだなっていうのがなんか分かった気がします。はい、本当に友情っていうのは素晴らしいものだよって思わせてくれる作品だと僕は思いました。もう本当ね、リオーネを治すために1年かけてね、メリーのパパも、そしてリーンも釈放されて戻ってきてくれて、でリオーネを治そうっていう一心で1年もずっと治し続けて、そういうのが本当、何、まあ、リオーネは人じゃないんだけど、まあ、相手を思いやる気持ちっていうのが本当に大事なんだなって思いました。
てなわけで、高級のファミリーは以上となりますが、なんか隠しイベントがなんかありますということで、番外編かなんか別の形でまたやろうかなと思います。じゃあ、とりあえず一旦今回はここで、一旦、高級のファミリア実況は終わりということで、締めたいと思います。ではまたね、別のフリーゲーム実況でよかったらお会いいたしましょう。あ、よかったら、チャンネル登録とか、グッドボタン、またコメントとかしてくれたら嬉しいです。では今回はここら辺で失礼します。また次回の実況でお会いいたしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンで見ている方は動画画面をクリック、スマホやタブレットで見ている方は動画概要欄のチャンネル登録はこちらと書かれているリンクから登録をお願いします。またツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもぜひお願いします。ではまた次回別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。